諸口19諸口19は、日本の元俳優、占い師である。本名同じ。大正末期から、昭和初期にかけて、小竹蒲田撮影所の二枚目俳優として一世を、風靡し、俳優廃業後は、諸口義久と名乗って占い師に転校、団役の大家として知られた。1891年2月3日、福井県大野郡大野町に生まれる。 16歳の時に上京し、藤沢朝次郎の俳優学校を卒業し、19歳で初舞台を踏む。進撃や歌劇に数多く出演していたが、1920年、松竹蒲田撮影所設立と同時に入社する。間もなくその美貌を活かし、白塗りの二枚目俳優として次々と主演作を撮る。特に、川田義子とのコンビは大人気となり、初期の松竹を支えた。 しかし、当時の若手スター、つくばゆきこと浮き名を流し、撮影所長、木戸志郎と対立し、俳優を辞める。1927年、36歳を迎える頃、21歳の、つくばゆきことのラブアフェアの末、つくばと共に、鎌田を退社、独立プロダクション、諸口19社を設立する。二川文太郎を起用して一作、三代吉殺仕を制作。 牧野プロダクションが配給したが失敗、同社は解散する。続いて、諸口19、筑波ゆきこ一座を結成、同年12月京都座に出演するが、筑波は、諸口との関係を清算して、小竹蒲田に戻った。一方、諸口は、東ーキーと共に復活、渦政発生映画、小竹蒲田、東京発生映画製作所と数年転々とした、後に、 45歳になる1936年、廃業した。その後は、辻占内師に展示、晩年には、現代五行駅のその一人に挙げられた。1960年4月17日、満69歳で死去。ありがとうございます。